弾き開いた君の両目に光る涙が何かを語るんだ。獣のように挑戦者は襲いかかる若い力で、やがて君は静かに倒れて落ちた。疲れていて眠るように、わずかにばかりの意識の中で君は何を考えたのか。知らないで、もうそれで十分だ。狼の誰を帰れるんだ。